大宮アルディジャベントスの望月有沙と山崎まるみです。大宮駅の飲食店をご紹介する企画、隠れ家オフトーク4回目となる今回は私たちがお送りします。楽しみだね。今回はなんと韓国料理をいただけるということで、それでは早速行ってみましょう。行ってみましょう。大宮アルディジャベントスの隠れ家オフトーク。この企画では私たち大宮アルディジャベントスの選手が大宮のたくさんの飲食店の中からえりすぐりのお店をご紹介します。隠れ家で私服だからこそ話せる話題や普段は見られないオフの表情が見れちゃうかもしれません。今回は大宮駅徒歩3分のところにあるトントンオーギーさんにやってきました。鉄板で本格的なサムギョプサルが楽しめるお店です。従業員の方が焼いてくれるので初めて食べる方も安心。それでは私たちもいただきます。じゃあ乾杯しますか。はい。せーの、乾杯。いただきます。いや、もう早速食べたいです。食べよう。やり方わかる？美味しそう。全然わかんないので教えてください。とか言ってわかんないんだけど、あんまり。まず、はい、これを多分持った方がいいと思う。はい、1枚取って。どれにしようかな。でっけー。大当たり。大当たり。アリさんのブロッコリー。何それ。見てないな。見てる人には分かるはず。全部見てない。で、お肉を多分取って、タレにつけて。これ、こうやってつければいい。そうそうそう。で、まあ、ちょっとニンニク、明日大丈夫かな。この後の予定は大丈夫？この後は大丈夫です。なんもない。はい。したら巻いて。はい。合ってるか分かんないけど。美味しそう。一口でいけますか。一口？マジ？いけます。いける。あ、でも、はい、ちょっと草でかかったら。いきます。いただきます。ここも？うん。やばい。食べれない。眠った。うん、おいしい。でも本当に肉厚で本当美味しいです。美味しい。ニンニク入れたら美味しい。ニンニクはちょっと怖い。それサラダ大丈夫ですよ。サラダ食べていいですか？もちろん。いただきます。自分はもう2回目のあれ。とっちゃんはサラダは食べません。いや、食べます。でもこういう時になんか普通に別に何にもたわいもない会話した方がいいですよね。ブロッコリーの茹で方とか。え、料理とかすんの本当に？いや、しないよ。あ、でももっちゃん自分はもうめちゃめちゃ料理するんで。え、もっちゃんはブロッコリーどうやって茹でんの？え、冷凍買ってチン。これはアリさんを超えたぞ。ブロッコリーは茹でないでしょ。冷凍でなんかさ、簡単なのあるやん。あ、でもじゃあブロッコリーは買わない？生のやつは。うん、うん、だってアリさん。できます。もちゃんには内緒で。見して。じゃん。うわ、え、難しくない？難しい。でもなんか考えたらありそう。なんか言えないことが多いかも。言えない。恥ずかしすぎて言えないやつ。うん、恥ずかしい。うわ、1個思い浮かんだけど。あー、ちょっと言えない言えない言えない。マジで言えない。なんかもう本当にこれは言えない。でも言えますよ。いや、もうなんかその話の内容がもう結構やばいんで、 P とかもう全部 P です。恥ずかしい。失敗だ。もう一回行こう。これはちょっと出てこない。はい、何が出るかな。はいはい、やばい。1週間の休みがあったらしたいことは、が出ました。じゃあいいですか？はい、どうぞ。いや、本当にまあ最近コロナっていうこともあるんですけど、海外旅行に行きたいです。韓国でしょ。韓国もでもすごい行きたいかも。うん、行こう。でも、一番行きたいのは、多分なんか、バリ島。多分なんかバリ島。その心は、その心はなんか本当海が綺麗だから。以上です。行ったことあるんですか？いや、ないです、ないです。なんかお姉ちゃんが言ってて、バリ島、
あ、でもちょっとすっごい話変わっていい、うん、ヒッチハイクしたいって思ってたと。あ、で、いろんなところ行くみたいな、1週間で。なんかもう本当に、だからなんなら世界一周旅行を自分の力じゃなくて、うん、本当にもう紙一枚で行きたいみたいなのはすごい憧れてた。あ、確かに憧れてる。うん、ちょっとやってみれば。なんか今無理でしょ、絶対。ウィリーが、ウィリーが。何の旅みたいな。多分、もう何年って多分かかると思う、世界となったらね。あ、まあ世界ってなったらそうだね。とりあえず日本一周でやってみてみたいなのはできそうだけど、でも、それ。でも、ちょっと楽しそうと思う。まあ、楽しそう、楽しそう。いろんな人とね、出会えるし。そういう旅は、ちょっと人生で一回もしてみたいなと思ったことはある。現役中にやってもらいたいな、ぜひ。無理です。あの、どんだけサッカー休ませるんですか。あ、そっか、そっか。サッカーがあるか無理でしょ。そうだね。どこ行きたいの。バリ島ね。あ、どこ行きたいのっていうか。1週間難しいな。サッカーって言いそう。なんか本当にサッカーやめられないじゃん。でも1週間オフあって、1週間サッカーしないのは多分無理じゃない。いや、無理じゃないですよ、全然。いや、もう3級。え、無理だわ、多分。え、マジ？多分やっちゃう。うん、全然やんない。1週間だよ、たったの1週間だよ、7日だよ。フットサルとかは多分やっちゃう、うん、サッカー好きすぎてやばいよね、多分一番好きなんじゃないってぐらい。まあ好きってね、人それぞれだけどさ、やめられなそうって、うん、なんかやれるまでやりそうって思う。サッカーない生活はちょっと多分ストレスだよね。でももうできなくなったらしょうがないでしょ、だって。でなんかそのさ、プロとあれはまた違うじゃん、体的に。なんかまあそうか、ちょっと話ずれすぎだよね。いや、ずれてない、ずれてない。え、だって1週間で何したらいいの。え、だからもうサッカーにやめられないみたいな感じになっちゃって。そうだね、こっちは全然やめれるって、うん、やめれるけど、やめれるってあれね、1週間だけね、とりあえず。あ、でも海外行きたいよね。海外行きたい、ね、別にバリ島に限らず。でも韓国行きたいかも、今なんか。韓国で何したいですか。何したいかは、いやでもさ、韓国がさ、日本の身近にありすぎてさ、ね、まあ、もちろんそうこうやって今日もさ、韓国料理じゃん。イタリアにしよう。そう、イタリア行きたい。そのなんか、ほど遠いやつがいいよ。確かに。イタリア人になりたいから。それは無理だけど。それは絶対無理だけど。無理だね。でもやっぱなんかどっか出かけるとかになる。うん、そうだよね。普段できないことだって、だから普段できることをまたやろうとするのが分かんない。え、だから例えば旅行行った先でもサッカーするとか。え、だから分かんない。分かんないか。サッカーやってるやん。分かんないか。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか？え、本当に韓国料理久々に食べたんですけど、サムギョプサルが分厚くてすごい美味しかったです。ありがとうございます。いかがでした？はい、美味しかったんで今度はプライベートで来ようと思います。ありがとうございます。この動画を見ていただいたお客様、食べ放題、飲み放題、10% オフでずっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もうすごい。ずっとですか？ずっとです。うちはずっとやります。ありがとうございます。ありがとうございます。アルディージャの試合を見た後は、トントンオンギーさんへ。今後もオフトークでは、大宮の素敵なお店を紹介していきます。皆さんのおすすめやこの選手が見たいというコメントをお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。さようなら。